こんにちは、アニマルタイガです。はい、今回なんですけども、ジャパンレプタイルズショー in パシフィコ横浜での購入品&いただき物紹介やっていきたいと思います。はい、パシフィコがね、どうしてもフジピコに聞こえてしょうがないんですけども、間違えずにね、言うことができました。パシフィコ横浜ですね。はい、今回ですね、アザンティックとして、こちらね、アザンティックとして、出展しておりまして、まあ僕もね、たくさん、他のブースさん見させていただいて買ってきたものありますので紹介していきたいと思います。まあ、買ってきたものの前にね、いただき物の紹介をしたいんですけども、結構ね、いただいたもの多くてこんな感じになりますけども、まずはですね、はい、ちょっと食べかけですいません、キットカット、はい、そしてこちらも開けてしまっていますが、はい、カントリーマンもありがとうございます。いや、大好きですね。お菓子は大好きです。はい、そして、続いて、じゃあ、ジャッキーカルパス。これは開けずに取っておきました。お酒のお供でね。はい、取っておきました。そして、続いてが、こちらでございます。はい、こちらね、すごい格好した、こう、ふとあごさんのキーホルダーと、あとはこっちバッチになってるのかな、それと、後ろにはね、シールもあります。これガーゴイルかな、ガーゴイル月光かな、種類ちょっとこれわからないですけど、ね、いただきました。これありがとうございます。そして、こちらですね、こちらは中に入ってるものは違うんですけど、はい、バームクーヘンいただきました。美味しいですよね、これ直一郎だったかな、静岡の有名なバームクーヘンですよね。ありがとうございます。そして、こちらはですね、はい、新潟越後姫のいちごとチーズのプレミアムタルトですね。いや、うまそう。こちらね、あの新潟から遊びに来たというね、方からいただきましたけど、僕もね、実は新潟に2年かな、住んでたことがあって、まあね、話も盛り上がりつつですけども、新潟話で盛り上がりつつですけど、こちらね、ありがとうございます。以前仙台のイベントでもお会いしてね、非常にたくさん話させていただいたんですけども、そしてこれも新潟ですよ、コーヒーですね。こんな感じの、これ新潟のね、形して、頭の方だけこうゴジラっぽくなってまして、そしてこちらはね、トキですよ。佐渡島でしたっけ、新潟のね、トキ有名ですからね。はい、そして、もう一つが、これはお菓子ですね、マーブルチョコ、柿の種マーブルチョコ、あ、柿の種も確かそうだ、新潟だ。ということでですね、いただき物を紹介させていただきました。この他にもね、たくさん飲み物とかいただいたんですけど、そちらはね、会場等で飲まさせていただきました。たくさんのいただき物ありがとうございます。そして、ここからが購入品紹介となるんですけども、まずはですね、こちらです。はい、こちらハチクラさんですね。ハチクラさんで購入してきたものなんですけども、いっぱいあるんですけど、まずはこれですね。はい、これ昆虫用の、栄養剤っていうことなんですけど、まあこれと、あとちょっとハチクラさんで購入してきたものはまたね、ちょっと別途詳しくは動画作りたいと思ったんで、まあ軽くね、紹介だけ、はい、こういうねものを、買ってきました。これまた動画別で出すんで、ちょっと明日かな、明日の動画お楽しみにしててください。そして、これですね、はい、こちら新しくね、ハチクラさんから、販売されることになりましたピンキーポンプセットですね。これまあ爬虫類とかがあんまりね、ご飯食べない時とかにこういうものを使ってですね、アシストして給餌をするというものですね。まあこれは、すぐ今使いたいっていうものではないんですけど、まああってね、いいなというものだったのでね。はい、ということで、ハチクラさんで購入してきたものは以上です。そして、続いてがですね、こちらのビニールに入ってるんですけど、これはですね、じゃじゃーん、はい、コバズコーヒーさんのコーヒーですね。ペットボトルが今回の、横浜から新発売ということで、今まではね、こういったね、まあ、袋のものとかで、自分でね、コーヒー入れてっていうのをが、主流だったんですけど、今回から、まあ、ペットボトルでね、販売ということで、まあこれね、すぐ飲めるから
すごく僕は待望、待ち望んでたんですけども、はい、これね、新発売したということで買ってきました。そして、コバーズコーヒーさんで、あとはですね、こちら買ってきました。これ缶バッジですね。はい、西アフさんのデザインの缶バッジです。はい、そして、こちら、はい、これステッカーですね。西アフさんのステッカー、こっちの方がいいか、こうやって、はい、これ合わさるとなんかハートマークっぽくなるんですけど、西アフさんのステッカー買ってきました。まあこれはあのなぎちゃんが欲しいって言ってたんでね、買ってきました。そして、続いてがですね、この辺からちょっと物がでかくなってくるんですけど、はい、こちらでございます。じゃじゃーん、シェルターですね。はい、こちらはですね、パチュ神戸さんという、ショップさんで販売されている商品なんですけど、こういったね、まあ、変わったシェルターなんですよね。形とか、デザインが変わったもので、他では見ないようなデザインのシェルターなのでいいなと思ってね、こう揃えてみました。いや、いいですよねこれね、めちゃめちゃいい感じのシェルター。これはまたね、うちの子たちにね、使っていきたいと思いますけど。そして、続いてがこちら、じゃじゃん。はい、わかります？木の、なんていうんですかね、これ木が人の魂入った、あのビッグマムが魂あげたみたいな置物ですけど、これね、後ろはこうちょっとだけ、隠れ家として入るところもあって、まあすごいね、僕デザイン好きだなと思いました。これね、ケージの中に置きたいなと思いました。結構ね、ザラザラしてるから脱皮とかもね、しやすくなったり、するんじゃないですかね、これね。これいいでしょ。これもね、あの八神戸さんで販売してる商品ですね。はい、そして続いてがこちらでございます。はい、こちらもね、同じく八神戸さんで購入してきたんですけども、はい、こういったね、まあ、土台がしっかりあって、流木をね取り付けてある、こういった形のものですね。これはね、あのオオトカゲの赤ちゃんたちのケージが今ね、ちょっとでっかく引っ越ししたんですけど、それでどうしてもね、バスキングまでのちょっと距離があったもんで、これを置いてね、ダンと置いて、まあ、ここまで登ってきてもらってね、まあ、バスキングしてもらうっていうので、めちゃめちゃかっこいいね、やつはあったので、これ買ってきました。はい、これいいっすよね。これめちゃめちゃね、あの気に入ってます。もう見た瞬間ビビッときてね、購入してきました。はい、ということで、購入品ラストの紹介になるんですけど、めちゃめちゃでかいんですよね。ちょっと待ってくださいね。はい、こちらでございます。じゃじゃーん。これでかくないですか。いや、めちゃめちゃでかい。これもですね、先ほど同じく八神戸さんで販売してたものなんですけど、超でかいんですよ。これ一応、まあ、沈没船をこうイメージして作られたやつらしくて、めっちゃでかい船ですね。これめちゃめちゃかっこいいですよね。これはですね、ちょっと重いの、膝の上を置かせてもらうと、アザンティック静岡本店の方に置きたいなと思ってね、はい、持ってきました。これ、まあ、アザンティック静岡本店の方でね、飾ってもらって、デーンとね、飾ってもらって、はい、使ってもらおうかなということで。いや、めちゃめちゃかっこいい。八神戸さんね、先ほど紹介した僕が買ってきたものとか以外にもですね、たくさんの、まあ、変わった置物だったりね、シェルターだったり、流木のものだったりね、ありますので、ぜひ皆さんイベント行った際はね、寄ってみてください。自分好みの、レイアウト品がね、見つかるかと思いますので、ぜひね、お見かけした際は立ち寄ってみてください。はい、かっこいいねこれね、いいっすね。筋トレなのこれ。はい、ということで、いかがだったでしょうか。今回はですね、まあ、整体はお迎えなし、まあ、僕はあの常々最近言ってますけども、整体をお迎えよりもね、まあ、飼育場の拡大っていうことを最優先に考えてるので、今回もお迎えはありませんでしたけど、まあ、レイアウト品をね、ちょっと揃えたいなということで、買わせていただきました。ということでね、今回の動画はこんな感じで終わっていきたいと思います。この動画いいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。船欲しいなと思った人はぜひグッドボタンお願いします。ご視聴ありがとうございました。